興味深いですねそうですね私もね似たような言葉でなるほどっていうふうにことがあります、えー、人はです、ね、いろんな考えを持ってますんで当然ですけども私と同じ意見じゃない方もいらっしゃるんですよねその方がまあ自分と違う意見を持ってこられた時に私が何を言うかというと「それはちょっとおかしいんじゃないですか?」っていうふうに入らないんですよ「おなるほど」っていうふうに思うんですよね。 話し手さんが私に話を持ってきた時に、なるほどっていうことは、その話した方っていうのは、あ受け入れられたなっていうふうに思っていただけるんですよね。それが一つです。で、なるほどっていうことによって、私はあ答えができるんですよ。答えることが。でも、そのなるほどっていうのは、必ずしも、そうですね、あなたの言う通りですねってことを含んでいないってこと。便利な言葉なんですよね。まあ、ですんで、私がね、誰かの意見を聞いて、なるほどって言ったということは、 否定してると思った方がいいんですよ。それは違うんじゃないかなと思って、違いますよっていうんじゃなくて、なるほどっていうふうに言ってるとね、思った方がいいかなと思います。このね、なるほどとかね、興味深いですねも同じなんですけども、ある意味、重要はするけども、共感してないよっていうことなんではないかなというふうに感じてますよね。皆さんもその言葉の使い方っていうんですかね。いやいや、それはちょっとどうかなっていうのか、あのそれとも、なるほど、興味深いですねって話すのかによって、その自分と違った意見をね、発した人との関係が、 意見が違うのに仲良くなるのか意見が違うから仲違いするのかって大きく隔たりがありますので是非ね、えー、このなるほどって言葉とか興味深いですねって言葉を使い分けていただきたいかなと思いますさあそれでですねここから話題がカッと変わりまして参院選でございますえー、現在ですね消費税10%を前にして参院選ってものが戦われておりますけどもその中でね3つの考え方があります1つは消費税をを10%これを決行して、 えー、景気対対策策にすすするるぞぞとかね、えー、福祉対策するぞみたいいな形でございますもう一つがですね消費税をちょっとね据え置きしましょうとこれは多くの、えー、野党が言ってることですね自民公明各社立憲民主党もあるんですかね、えー、消費税は据え置きましょうと8%のままでいいじゃないですかっていう考え方ですそして唯一令和新選組山本太郎さんの言ってるところは消費税はいらんとなしにするぞと。 5%ににににし3にし3%最終的にはゼロにすると消費税なんてなくったってやっていけるんだともともと消費税はなかったんだとねそういう主張でございますそうですねいつの間にか消費税っていうのが税収の大半を占めるようになりました3分の1程度です今60兆の税収が見込めてるんですけどもそのうちの19兆円っていうのが消費税なんですよで19兆円っていうのがあ所得税そして12兆円ぐらいが法人税なんですよね この3つで税収ってのは大方、肩がついてしまうんですよ。では消費税が上がった分、どこに比重が軽くなったのかというと、法人税と所得税です。要するに、お金をたくさん儲けた人ってあんまり取られない仕組みになってきたんですよ。ある意味、努力をして自分でお金を稼ぐスキルをつけると、もうあんまりね、損をしなくなるんで、頑張るぞって気持ちになる。それもわかります。でもですね、やっぱり大半の人が自分で何か起こせない人、ほんと普通の人なんですよね。そうなると、 誰かにお金をもらって暮らすしかないという風な所得の限られた過小分所得の限られた暮らしをしてるんですよね。でその中で月収二十万とか三十万の中で消費税ってのが十パーセント一割は最初からボーンと取られちゃうよってことになると住民税も一割でしょ。でその中諸々の税金が上がってくると所得のまあ大半がですね自分の自由にならないお金ってことになっちゃうんですよね。うん、まあそういった意識を込めてきちんと 政治に向き合っているのか税制にかかっているのかっていうことを我々一人が考えたときに方法は二つ大きくあるんではないかなと思いますそれはですね世の中の仕組みを変えるために自分が打って出るってことですよねこれが一つもう一つはですねこの世の中の仕組みを変えるんじゃなくてこの世の中の仕組みの中で上手に個人的に自分だけはお金持ちになって自由になっていくぞっていう考え方ですこれ両方できる人もいますし片方だけの人もいますそして残念なのが 両方しなない人なんですよ世の中が変わることを望む自分の人生が変わることを望むでも今日日の活動はは昨日までででと一緒これれねやられ放題ですよ、うん、無防備でガンガンガン殴られるばっかりです出血多量で死んでしまうまでずっと殴られ続けて何のドラマもなく何のいいこともなくどんなことも起きずに自分が思ったことも叶えられずに口癖はどうせう。 ここんなななととになってしまいまいいいすよねそうではいけないと私は思います私ももともと持たざるものからスタートです。皆さんと一緒だと思います。ぜひね、えー、政治に頼るのも一つ、人に頼るのも一つ、でも何かね、何か自分の黄金時代、黄金峡を作っていければなというふうに思うんですけども、いかがですかね。さあ、私はですね、もう吉谷さんから見ると、私の進捗っていうのは手に取るように分かると思います。えー、まずは最初、出会った頃 ライブ放送に絡んでいってもう乗っかるだけしかないというね単なるマージャン店のおやじでございました当時ねアイドルのフェスティバルとかもしていてお金はありませんでした何にもありませんでした大したこともできませんでしたでもその電子続きのセミナーからさらに高額なコンテンツに私がねカモになって購入していった時自己アフィリエイトをやって東京に通っていろんなところでね私が動画を上げるようになって人に取り上げられるようになって 借金を返してマージャン店を辞めて独立して最初の1億円を稼いでそして、えー、と3時間で600万稼いでいろんなことを吉田さん見てきたと思いますそして今自分の自宅をドーンと一括で買って吉田さんに来てもらって何回か泊まっていただいてそして今回なんとですねベルファイヤーを買った直後にナイト2000も買うというねどうですかね吉田さん本当にこれはね何もなかった人間ですよよくあるのが なんかね塾とかコミュニティがあってもともとできている人をもともと儲かってる人をそこに招き入れてうちの塾ではこんな儲かってる人がいますっていうプロモーションはありますけども私は本当にね何もなくって借金だけあってあのネット初めてなんですけどみたいな本当にね多くの方が言ってますけども初心者ですけどできますかみたいなところからスタートですからねしかも40過ぎてうんだからね諦めないいいでほしと思いますそれが今回言えることなんですよ で自分でできないんだったら誰かに頼っていくことそれも一つの自分の力だと思います、えー、私の方にね連絡いただいてもいいですしね吉田さんに連絡を差し上げてもいいと思いますとにかく一人でダメだと思ったら誰かとやることこれに尽きるんではないかなと思いますそれではですね、えー、今回は以上です